あいよー、まあ大体5分ぐらいね。皆さんこんにちは、チャッキーです。はい、今回はですね、あと一品っていう時や副菜なんかにおすすめの作り置きもできる旨味と風味の効いた白菜とちくわの煮込み、いやこれがねマジで簡単で後引く美味しい一品なんで、ぜひ一回作ってみてください。ほんとね、白菜もトロトロで旨味が効いて最高です。それでは一緒に作りましょう。チャンネル登録お願いします。それでは材料から紹介させていただきます。はい、こちら白菜大体4分の1個かな、 500g ぐらい、ちくわ1パック、こちら味付けの調味料、みりん大さじ1杯、濃口醤油大さじ1杯、こちらソーミシャンタン小さじ1杯、もしなければね中華系スープの素で代用可能です。お水 150cc、 材料は以上でーす。はい、まずはね今回のポイント、こちらちくわの方をまずはじめにフライパンでね、こう表面をコロコロ転がしながら香ばしい焼き色をさらにつけながら焼き直してください。このちくわを転がしながら焼いて焼き色をつけることで、ちくわのね余分な水分も飛んで旨味が凝縮され、さらに香ばしさがアップするんで、まずはねコロコロ転がしながらちょっと焼き色をつけちゃってください。はい、こちらちくわねフライパンで香ばしく全体的に焼き直す、結構しっかり焼き直してください。そしたらこのちくわももう適当に切り分けてください。まあ斜め切りがいいかな、こんな感じ、4等分か5等分ぐらいに切り分けるだけで OK です。このちくわからもね美味しさがどんどんにじみ出るんで、マジで今回の美味しいんでね、ぜひ作ってみてください。はい、ちくわを適当にポンポーンと切り分ける。はい、こちら白菜さっと水洗いしていただいたら、もうザクザクっと切り分けてください。2センチぐらいの幅で OK、 もう適当に切ってください。こんな感じで OK です。はい、お次はね、あの先ほどちくわ焼いた後のフライパンそのままで OK なんで、まあだいたい中火ぐらいですね。そこへ切り分けといた白菜入れてください。あの油とかいらないんで、できるだけ広げて入れていただいて、あんまり動かさないようにしながら、こちらの白菜の方にもちょっとね焦がすような感じで焼き色をつけていってください。しばらく動かさずに焼いて時々混ぜるっていう感じを繰り返しながら、白菜の方をちょっとだけ焼き焦がしちゃいます。はい、こんな感じですね。白菜の方もね、ちょっと表面を焼き焦がす感じ、だいたい5分ぐらいじっくり焼きながら余分な水分を飛ばすことで白菜もね甘みがアップします。はい、いい感じに白菜も焦げてきたらね、先ほど焼き直しといたちくわを投入。はい、こちらささーっと混ぜ合わせて、こっからね煮込んで味付けしていきます。はい、お水、お醤油、みりん、はい、こちらソーミシャンタン全部入れます。さささーっと混ぜ合わせて、ちょっと全体的に調味料をなじましてください。はい、そしたらここで火力を弱火にしちゃいます。火力強すぎると焦げちゃうんで弱火ね。はい、蓋をする。この状態で弱火のまま約5分間じっくりとね煮込んでいってください。途中で蓋上げてね、ちょっとかき混ぜながら煮込んでいくと全体的に味が回るので、もうこうすることでちくわからも美味しさがにじみ出てね、マジでトロトロの白菜の煮込みできるんで、めちゃくちゃうまいっす。あいよー。まあだいたい5分ぐらいね時々混ぜながらじっくり火を通したら OK。 はい、もうこれで完成。これがめちゃくちゃ美味しい白菜とちくわの香ばし煮込み、じゃあ盛り付けていって食べちゃいましょう。はい、完成。こちら白菜とちくわのとろっとろ煮込み、まあこのまま食べても美味しいんですが、私はねよくおつまみにするときなんかは一味唐辛子をちょっと振りかけて刺激を加えときます。はい、もうこれでねちょっとピリ辛の刺激が加わって最高に美味しい。それでは今日もポーチをできます。あ、めちゃくちゃうまい。ほんと白菜もトロトロになって、このちくわからにじみ出た美味しさをねグッと吸い込んで最高です。
今回のポイントとしては白菜とちくわを香ばしく焼いてから煮込む。これでねめちゃくちゃ食欲を刺激する風味が加わってほんと止まらん。作り置きもできますし白菜のね消費なんかにもおすすめなんでほんと作ってみてください。最高です。うますぎ。